次に宮本徹君、ご静粛願います。日本共産党の宮本徹です。75歳以上の医療費の2倍化法案について質問いたします。今朝からですね、この2割負担導入が受診抑制をもたらすんじゃないのかと、ずっと議論をされております。私も本会議でその点聞いたら、総理からは直ちに患者の健康への影響を意味するものではないという答弁があったわけですけれども、負担を増やしてですね、病院にかかれなくしておきながら健康に影響しないと、そういうはずがないわけですよ。それでちょっといくつか、数字だとかだけお伺いしておきたいと思いますが、まず2割負担の導入による受診行動の変化で、給付費が900億円減るという答弁があるわけですけれども、これは配慮措置中の額なわけですよね。配慮措置終了後の2025年度の給付費の減額は2190億円と政府は見込んでおりますが、このうち受診行動の変化によるものはいくらですか。浜谷保健局長。お答えいたします。ご指摘の2025年度万年度の給付費減2190億円につきましては、これは施行後3年間適用される配慮措置の影響も含めた財政影響でございますけれども、そのうち受診行動の変化による減少は1050億円と試算をいたしております。宮本徹君。つまりですね、3年間の配慮措置が終わったら受診抑制の額は給付費で1050億円、かなり大きなですね、金額ですよね。後期高齢者の今の給付が16兆円台だと思いますけれども、その中の1050億ということであります。あとですね、この2割負担の導入で10万円以上負担が増える方について、本会議では5000人という答弁があったわけですけれども、これも配慮措置中の数だと思うんですよね。配慮措置が終了したら、2割負担導入で、10万円以上負担が増える方は何人見込んでますか。浜谷保健局長。お答えいたします。今回の窓口負担の見直しによりまして、負担が10万円以上、年10万円以上増える方は、見直しの対象となる370万人のうち 0.14% に当たる約5000人程度と見込んでおります。一方で配慮措置を考慮しない場合には約1万2000程度と見込んでおりまして、これは見直しの対象者370万人の約 0.3% でございます。宮本徹君。1万2000人もの方がですね、2割負担導入で10万円以上も負担が増えると。ちなみにこの10万円以上負担が増えるケースというのは、どういう病気にかかられているケースが多いでしょうかね。浜谷保健局長。お答えいたします。外来につきましては配慮措置が設けられておりますので、外来のみでは年間の最大負担増加額は3万6000円でございまして、外来だけでは年間10万円には達しないわけでございます。このため増加額が年間10万以上となりますのは、外来に加えまして入院による自己負担の増加が少なくとも年間で 6.4 万円、つまり10万円から 3.6 万円引いた額でございますけれども、これ以上あるケースでありまして、通常の外来に加えまして、一定期間以上の入院をする方となります。こうしたことを踏まえますと、増加額が年間10万円以上となりますのは、例えば普段定期的に通院をしている方がさらに入院をしたようなケース、あるいは一月あたりの医療費が比較的少ない入院が長期となっているケースなどが考えられるところでございます。なお負担増となる方につきましては、入院外来が今申し上げましたように組み合わさった事例も多くあるということでございまして、さまざまなケースが考えられることから、主だった傷病ということで取り上げるのはなかなか難しいものと考えております。宮本徹君。外来最大 3.6 万円の負担増というのは、それは配慮措置中の話ですよね。配慮措置が終わったら、外来もさらにもっと増える方がいるということだと思いますけれども、先ほど局長答弁あったとおり、入院される方はですね、10万円コスト負担になる方、かなり出るということなんですね。私のところにもこんな話が来ているわけですね。
がんが見つかり入退院を繰り返していますと、2割負担になると生活が成り立たなくなるのではと心配ですと。やっぱりがんの治療が始まって入退院を繰り返す、こういう方はですね、かなり大きな負担にですね、なっていくわけですね。ただでさえがんでいろんな不安も抱え、治療でもですね、かなり体に負担があると、精神的にも肉体的にも負担がある上に、財政的にもですね、治療を続けること自体がですね、暮らしと両立しないんじゃないかという不安を与えるぐらいのですね、ことを今回やろうとしているということであります。で、あと、もう一点お伺いしますけれども、まあ、配慮措置が3年で終わりますけれども、そうするとですね、2割負担の導入で最も負担が増えるケースというのはいくらぐらい本人負担増えるんですか。浜谷保健局長。お答えいたします。今般の改正の対象として、まあ、検討しております一般区分につきましては、外来の自己負担の上限は年間で 14.4 万円でございます。従いまして、配慮措置終了後における外来のみの年間の最大の負担増加額は 7.2 万円でございます。一方の入院につきましては、自己負担の上限は月額5万7600円でございます。従いまして、まあ、理論上はということでございますけれども、一月あたりの自己負担の増加額は最大2万8800円でございまして、これが仮に12ヶ月続く場合の、あの額は約 34.6 万円ということでございます。宮本徹君。まあ、相当なですね、最大、まあ、理論上の数字ということをおっしゃいましたけれども、本当にですね、まあ、入院しなきゃいけない大きな病気、先ほどがんという話もしましたけれども、なんとかということになって、治療が長引けば長引くほどですね、相当な負担が増えるということなわけですよね。それでですね、今日あの資料をお配りしておりますけれども、配布資料の2枚目を見ていただきたいんですけれども、これはあの西日本にある医療機関ですね、全日本民医連に加盟している病院がですね、いろんな患者さんだとかに、取ったアンケートのうち、75歳以上の方について、のものをいただいたものであります。まあ、収入ごとにですね、聞いているアンケートです。まあ、ちょっと収入は答えてないって方もかなりいらっしゃるわけですが、これを見るとですね、医療費を理由に受診をためらったり我慢したことがあるのかということを聞くとですね、501人の回答をされた方のうちですね、我慢したことがあると答えた方が73人いるわけですね。それは、まあ、これ見たら分かりますけど、まあ、あの収入が多いほどそういう比率は低いわけですけども、200万円の収入の方でもですね、当然そういう方は現状でもいらっしゃるわけですよ。現状でも多分大臣、あの今でも医療費の負担を理由に年収単身200万円以上のですね、方でも受診をためらうと、こういう現実があると、そういう認識はありますか。田村厚生労働大臣。その医療費っていうのはどれぐらいの医療費を意識されておっしゃっておられるのかっていうのがなかなかちょっとわからないものでありますから、ここでにわかにあの具体的な対象、つまりどういう治療なのか、どれぐらいかかる医療なのかということがわからないので、このアンケート自体のですね、そのどう分析したらいいのか、ちょっとここではコメントのしようがないということであります。宮本徹君。まあ、この手のアンケートはたくさんいろんなところでやられてますけども、どれもこれも同じような傾向ですよ。やっぱり今でもやっぱり年金生活者の皆さんはそう収入が増えていくわけじゃないですから、未来にわたって年金は削られていくっていうのがですね、見えている中でですね、医療費、できるだけ医療費も含めて我慢できるものは我慢しようということがですね、あるわけですよね。私のところに来ている声でもですね、少しの痛みは我慢できそうな痛みは医療費を考えいくのをためらうというような声がたくさんですね、来ているわけであります。今でもそういう状況にもかかわらず、この負担をですね、
窓口負担を1割から2割、2倍にしていくと。これどう考えてもですね、必要な医療を我慢しなければいけないと、こういう事態になることは明々白々じゃありませんか、大臣。田村厚生労働大臣。まあ、日本の制度は、例えば高額療養費があったりでありますとか、まあ、今回の場合は、今ほど来、委員がおっしゃっておられる通りですね、当初3年間は、外来に関しては増加分3000円という上限を組まさせていただきながら、まあ、緩和措置等々を踏まえておるわけであります。いずれにいたしましてもですね、必要な医療はしっかりと受けていただかなきゃならないということは、我々も念頭に置きながら、一方でですね、やはりこの医療保険制度、後期高齢者医療保険制度も含めて、持続可能性という、これは大きな課題、これは人口構成が変わる中において、どうしてもですね、今よりはそれぞれが、これ、今回、まあ、言うなれば、負担の若干緩和になる若年者層、まあ、つまり現役世帯層もこれからまだ負担はそれでも上がっていくわけでございますので、その負担というものをどのような形で、まあ負担能力のある方々に分かっちゃっていただくかということの中においての今回のご提案であるということをご理解いただければというふうに思います。宮本徹君。いや、負担能力が本当にある方にですね、負担をしてもらうというんだったら分かるわけですよ。立憲民主党さん、後期高齢者の保険料の付加限度額上限上げようと、これは負担能力ある方に負担してもらおうという議論ですよ。だけども現状でも年収200万円の年金生活者の方も今でも医療費の負担が気になって我慢できるところは我慢しようというのが起きているわけですよ。そういう方に負担を求めるって間違いですよ。その方々が負担能力あるっていう考え方自体がですね、私は間違いだと言わなければならないと思います。で、ちょっとお伺いしますけども、2割負担の導入で受診コードが変化すると、こう皆さん試算されているわけですが、これはどういう疾病が多いんですか。浜谷保健局長。お答えいたします。受診行動の変化につきましては、いわばその マクロでの受診行動の変化ということでございまして、個々の疾病でどのような影響があるかということが示されるものではないということでございます。宮本徹君。いや、今長妻さんから無責任だって話あったと思いますけど、極めて無責任ですよ。だって総理はですね、この受診行動の変化について直ちに健康への影響を意味するものではないという答弁されたわけですよ。ところが、これはマクロの話であって、個々の疾病については分からないと。個々の疾病については分からないのに、健康への影響を意味するものでないなんて断定なんてできないじゃないですか。浜谷保健局長。お答えいたします。先日の衆議院の本会議におきまして、総理より令和4年度満年度の給付期限のうち、受診行動の変化による減少は900億円と試算しているが、このことが直ちに患者の健康への影響を意味するものではないとお答えしております。で、これは窓口負担割合の変更による受診行動の変化に伴う医療費水準の変化は、まあ、経験的に知られましたマクロで見た医療費水準の変化でありまして、直ちに患者の傾向への影響を意味するものではないということでございます。まあ、そもそも個人の健康につきましてはさまざまな因子があるということでございまして、受診行動のみを取り出して健康状態に影響を与えるかどうかといった分析は難しいものと考えております。宮本徹君。いや、難しいからって言ってですね、難しい分析が難しいということでですね、本会議でですよ、受診行動が変化したと、受診抑制が起きても健康に対しての影響を意味するものではないと、全然違うじゃないですか。これちゃんとですね、過去の受診負担増によってですね、どういう受診行動の変化が個々の疾病であったのかと、これ出してくださいよ。浜谷保健局長。お答えいたします。
先ほど申し上げたことと繰り返しになる部分もありますけれども、まあ、個人の健康にはさまざまな因子がありますことから、受診行動のみを取り出して健康状態に影響を与えるかどうかの分析は難しいと考えております。また過去の調査研究を参考にいたしましても、いくつか論文など出ておりますけれども、政策面で参考にできる程度の学術的調査研究は今のところ確認をされていないというふうに考えております。宮本徹君。総理の答弁には根拠がないというのははっきりしたと思います。マクロのことしか見てないと、個々の疾病についての影響については見ていないと、論文はいろいろ出てるけれども、それが政策に反映できる、ようなものではないというのが今の答弁だったわけですよね。いろんな論文出てますよね。いろんな論文は出てますよね。そうは言っても、これまでの負担増で、例えば糖尿病だとか、こういうものについては、受診抑制が起きてるんではないのかとか、そういう論文は出てますよね。少なくともちょっとこの間皆さんがいろいろ目にしてきた論文でどういう受診行動の変化があるということがこれまでの論文で指摘されているのか、まとめてですね、本委員会にですね、ぜひ出していただきたいと思いますが、いかがですか。浜谷保健局長。お答えいたします。過去の論文につきましては、今、委員ご指摘の論文は私、承知しておりませんけれども、例えばその70歳から74歳 の, 方につきまして、引き上げ、引き上げ前後における、健康状態とか、死亡率などとの関係を調査したような研究とか、いくつかあるものと承知しておりますけれども、網羅的に現時点で把握しているものではございません。宮本徹君。いやですからその70から74以外もありますよね。現役世代の1割から2割に上げた、あるいは3割に上げたっていう時のですね、いろんな分析の論文もあるわけですから、ちょっとだってこれ本当に大事な問題ですよ。受診抑制が起きてそれが健康に影響を与えるっていうことになったら、こんな法案許されない。みんな与党だってそうなるわけですから、ぜひそこはですね、はっきりさせていただきたいと思うんですね。まとめて資料を出していただけますか。浜谷保健局長。お答えいたします。繰り返しになりますけれども、いわゆるその散発的なといいましょうか、そういう論文はいくつか多分あるだろうと思いますけれども、いわばしっかりしたと申しましょうか、学術的に参考にできる程度の調査研究等については承知をいたしておりません。宮本徹君。厚労省がですね、参考になる参考にならないというですね、勝手に判断するんじゃなくてですね、一定のことを分析したものってのはいろいろあるわけですから、委員長ちょっとですね、ぜひ理事会でですね、この受診行動の変化、過去の負担増においてですね、どういう影響があったのかということについてのですね、まとめたものをですね、厚労省から出していただきたいと思います。ただいまの件につきましては理事会で協議いたします。宮本徹君。よろしくお願いいたします。ちなみにですね、その自覚症状が薄くて受診が遅れれば重症化する病気というのはどういうものがありますか。田村厚生労働大臣。自覚症状っていうのはそれぞれ個人によって違いますので、自覚症状あるなしにかかわらず早期に発見すればですね、それだけ重症化を防いでいけるわけでございます。そういう意味ではちょっと今自覚症状云々という話、個別具体的にここでですね、申し上げるというのは難しいということであります。宮本徹君。一般的にですね、やっぱり自覚症状が強いものについてはみんな結構やっぱり当然病院に行くわけですよね、慌ててね。そういうのは受診抑制は起きにくいと言われてるわけですよね。でも、自覚症状が比較的薄いものっていうのは、ちょっと我慢すればすぐ治るかなっていうのでですね、受診抑制が起きやすいっていうことがですね、私なんか読んだものでは書いてあるわけですね。ですからそういうところもですね、しっかりどういう影響がこの負担増で出るのかっていうのをしっかりですね分析しないと、本当に私無責任だと思いますよ。そういう分析もまともにやらずに、
とにかく財政的な理由だけで、こういう法案を押し通そうという考え方はですね、やっぱ厚労省らしい考え方じゃ私はないと思いますよ。財政的な問題で言えば、本当に力があるところからもっと負担をしていただくという道だってあるわけですから、それは税金の問題にしたって本会議で申し上げましたけれども、金融所得課税だってもっと強化した方がいいっていう問題もありますし、バイデン政権は法人税の増税だってやるわけだから、そういうことだって考えるってもあるわけですし、いろんな方法はあるわけですよ。ところがそれはやらずに、健康への影響についてまともな調査もしないまま、2割の負担増をやっていくなんて到底許されないということを申し上げておきたいというふうに思います。これ次回も引き続き、やりたいというふうに思います。あとちょっとコロナ対策でいくつかお伺いしたいと思います。一つはですね、検査のことなんですけれども、この間、アドバイザリーボードやあるいは分科会なんかでの議論なんかでもですね、そのよく無症状者が発症前の無症状者が2日前から移すということをよく言われているわけですけれども、本当に無症状なのかっていうのはですね、よく言われているわけですよね。尾身さんの記者会見なんかでもそういう話が最近よく出てきます。で、先日の厚労省のクラスターのことで私も気になってお話をお伺いしたら、やっぱり発熱前にですね、そういえば咳がコンコン出てたとか、鼻水が出てたとか、そういう症状があったっていうお話をお伺いしました。ということですから、私はこの発熱の前から、ね、もう本当にこう、あ、これはちょっと検査に行かなきゃっていう、わっと高熱が出る前から移す感染力持ってるわけですから、発熱の前に咳や鼻水あるいはごくごく微熱、ごくごく軽い症状がですね、あるんだということを国民に広く知らせていくと、そして、医療機関にも知らせて、国民には検査を積極的に受けていただくと、医療機関にも検査を積極的にしていただくと、これがですね非常に大事じゃないかというふうに思うんですけれども、大臣いかがですか。田村厚生労働大臣。委員おっしゃられる通りですね、軽い咳だとかちょっとしただるさであるとか、またちょっとした息苦しさ、さらには味覚障害、ちょっと味が変だなみたいな、そういう味覚障害でありますとか、そういうものがですね、初期症状というふうに言われているわけでありまして、これは厚生労働省もですね、ホームページ、いろんな SNS 続いていろんな形で広報しておるわけであります。で、こういうものを見つければなるべく早く医療機関にかかっていただいて、その上で検査やっていただきたいということでありますが、今委員おっしゃられたことはですね、先般の分科会でもやはり同じような意見が出まして、どうも見落とされているような初期症状があるのではないかと、そこを早く見つけていくことがクラスター等々を広げない一つの方策ではないかというようなご意見を委員の中からもいただいております。そういう対策をやらなきゃならないということでありますので、今までもそういうことを我々としては PR してきておりますけど、さらに徹底をしてまいりたいというふうに考えております。宮本徹君。国民に広く知らせると同時に、やっぱり医療機関も大事だと思うんですよね。医療機関、第一波はそもそもね、いろんな基準があって、保健所も破綻して、いろいろあって、ちょっと検査にかかれないということはありますけど、第二波、第三波は、私もいろんなところで話をしてきましたけれども、実は医療機関に熱があって言っても、いや、それはただの風邪だよと言って検査をしてくれないっていうのは、たくさん聞いたんですよ、私、あちこちで。ですので、医療機関も含めて、ごくごく本当に初期の軽い、症状であっても、検査をするというのをですね、やっぱり徹底しなきゃいけないと思いますので、その点もお願いしたいんですけど。田村、塩林健康局長。医療機関向けに診療の手引きというのを厚生労働省として学会のご協力もいただいてお示ししています。で、そこには新型コロナウイルスの感染症の症状として代表的なものに発熱、咳、倦怠感、呼吸困難、味覚症状、嗅覚症状、そういったものがあるということを示しています。また昨年秋以降、発熱等の症状のある方についてはかかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談して
地域の診療検査医療機関を受診する、そういう仕組みも導入しているところです。宮本徹君。ですから発熱とか、ね、こう分かりやすい状態じゃなくてもですね、コンコンと、ね、コンコンと、全然熱もないわけですよ。だけどもちょっと鼻水が出てきたとかね、花粉症かどうか分からないっていうのも含めてですね、できるだけ積極的に検査をやっぱり医療機関にもしていただくと、国民にもお願いするということが私は必要だということを言ってますので、よろしくお願い申し上げます。それからですね、あとその資料をお配りをしておりますが、私はこだわっているその換気の問題なんですけども、一番資料の4枚目ですね、一番最後のところにですね、まあ、見回り隊というのを今、各自治体でですね、取り組まれているわけです。まあ、見回りというよりも、私はしっかり飲食店の皆さんに、こうすれば感染リスクは下がりますよというアドバイスをして、支援をしていくというのは、非常に私は大事なことだと思っております。で、これを見るとですね、チェックポイントが20あって、まあ換気の徹底というのもあるわけですけれども、これ書いていると、読むとですね、まあ、換気について以下のいずれかを行っていると、CO2 濃度測定器を使用して、CO2 を 1000ppm 以下になるような換気を行っている、もしくは窓の開放による換気を行うために、30分に1回5分程度、日本校の窓を全開するなどして、十分な換気を行っている。などなどあるわけですけれども、もう30分に1回の換気でですね、リスクが下がるのかと、ちゃんと、そういうですね、根拠あるのかというふうに思うんですよね。学校では今、授業中は常時、窓開け換気というのをですね、やっているわけですね。それから前回紹介した高齢者施設、沖縄では、これも共用スペースについては常時、窓開け換気が大事だということがありました。それからその資料を少し遡っていただいてですね、資料の3のところにですね、これは内閣官房の AI 等シミュレーション開発事業というので、まあ、いろんなことを内閣官房が、研究者の皆さんに、いろいろ提案してもらって取り組んでいるわけですけども、これは産総系の原志郎先生がやってたものなんですけれども、まあ、実測であちらこちらで CO2 モニター測ってやったということなんですけれども、ちなみに定員いっぱいの状況で 1000ppm 以下に抑制するために求められる換気回数というので、まあ、食堂レストランは11時間あたり15って感じですね。これ別に15回ドアを開けなさいということじゃなくて、15回空気が入れ替わるという、ことなわけですけれども、いうことなんですよね。それでやっぱり基本はですね、まあ、今もう寒くないわけですから、極力やっぱり常時二方向の窓開け換気、をですね、やっていただくということがですね、やっぱり感染リスクを下げるために最もリスクを下げる方法をですね、飲食店の皆さんには何なのかということで、丁寧にですね、アドバイスをしていくということが、私は必要だと思います。合わせて、まあ、こういう話するだけで、やっぱり CO2 モニターを持って回って、前もお話しましたけども、豊橋の保健所なんかは、飲食店測ってるわけですね。で、このお店ではこの隅っこの方は換気が悪いですねと、ここはちょっとこうした方がいいですよってアドバイスもやってるわけですね。そういうやっぱり根節丁寧なアドバイスと支援というのがですね、私は必要だと思うんですね。これ本当は内閣官房を答えなきゃいけない話だと思うんですけども、なんか内閣官房と厚労省でどっちだって一晩中やったのかどうか分からないですけども、今日結局厚労省を答えるんですかね。これお願いします。田村厚生労働大臣。まあ、換気はもう以前からずっとお願いしておりまして、見回り隊に関しましてもですね、
先ほど、30分ごとの換気、1時間に、2回未満ですと、これ、結核等々の事例でですね、空気感染が広がるというような事例がありますので、こういうものから引いてですね、30分に1回は換気をしてもらいたいでありますとか、今言われた、二酸化炭素の濃度を 1000ppm 以下にするだとかというようなことをですね、一応お示しをさせていただいて、こういうものをですね、見回り隊に、ご認識をいただいてですね、回っていただいているということでありますが、いたしましても見回り隊だけでなくて、我々としてはさらにこれを広報していかなきゃならないと思っておりますし、これもうちではないんだと思いますが、測定器に関してはですね、持続化補助金等々を使いながらですね、対応いただけるという話も我々も聞いておりますので、いろんなことを対応していただきながら感染を防ぐための努力をいただくということで、我々は換気も含めてしっかり PR してまいりたいというふうに思っております。宮本徹君。30分に1回って、だってね、今、濃厚接触者の定義っていうのは、もうずっとですね、マスクなし、会話15分で濃厚接触者なんですから、それは感染リスクがあるってことなんですから、30分に1回だったら、当然ですね、感染リスクはですね、高い状況になってるわけですよ。ですから、やっぱり常時、極力常時だというのをですね、もっと徹底する必要があると思います。田村厚生労働大臣。これは内閣官房の方とですね、コロナ本部の方としっかりと議論をさせていただいて、いずれいたしましても何らかの調査という話になると思いますので、コロナ本部ともいろいろと調整させていただきたいというふうに思います。宮本徹君。学校なんかでもですね、やっぱり窓を閉めたらですね、30分例えば 1500ppm を超えるというのがですね、教室の状況だというのは文科省なんかも調べてなってますので、しっかりお願いしたいと思います。続きまして、ちょっとワクチンのこと少しだけお伺いしますけれども、その前からお伺いしていることなんですけれども、前回脳出血になった方が8人いらっしゃって、うち4人が亡くなられたという話がありました。この8人の方々について血小板の減少などが見られたのか、あるいは既往症など特徴的な傾向があるのか教えていただけますか。蒲田医薬生活衛生局長。お答え申し上げます。ご指摘のですね、8事例につきましては、医療機関からの報告によりますと血小板が減少したという情報はございませんでした。また、既往症でございますが、8例中4例に記載がございまして、お許しいただければいくつかご紹介しますが、くも膜下出血を発症され亡くなられた61歳の女性の場合には、頭痛、骨粗しょう症、衰弱、脳出血を発症され亡くなられた72歳の女性につきましては、肝臓病、C 型肝炎で、脂質異常症、虫垂炎、それから、脳出血、皮下出血を発症された43歳の女性につきましては、子宮筋腫、それから脳出血を発症された58歳の男性につきましては、高血圧症、高脂血症といった基礎疾患を有しての報告を受けているところでございます。宮本徹君。わかりました。亡くなられた方は全員女性でしたけれども、それ以外の4人の方の性別というのは分かりますか。蒲田医薬生活衛生局長。亡くなられた方以外の4人の性別でございますが、男性が2名、女性が2名という報告を受けているところでございます。宮本徹君。国内でですね、接種している他のワクチンでは、接種後、脳出血が見られる頻度っていうのはどの程度なんでしょうか。蒲田医薬生活衛生局長。ワクチン、接種者ですとかによって異なりますので、単純な比較難しいんでございますが、国内で接種している新型コロナワクチン以外のワクチンの接種後にですね、出血性脳卒中、脳出血ですから、皮下出血、くも膜下出血などでございますけれども、報告された頻度については、例えば、成人などや高齢者を対象といたしております肺炎球菌ワクチンにつきましては、
延べ人数が2100万人のうち、くも膜下出血が2件、それから脳出血が4件との報告を受けているところでございます。宮本徹君。まあ、単純に比較するというわけいかないですけれども、まあ、他のワクチンに比べてファイザーのワクチンも高いのかなというふうに言ってよろしいんでしょうか。鎌田医薬生活衛生局長。この報告がございました審議会、いわゆるワクチン反応部会と安全対策調査の合同部会におきましては、まあ、こうしたことにつきまして、特段その一定の傾向があるとか、そういったご指摘はございませんで、まあ、引き続き副反応部会の事例収集進め、そうした因果関係、副反応の傾向に評価を速やかに行うべきというご意見でございました。宮本徹君。引き続きですね、一つ一つやっぱり丁寧に事例を追っかけていただいて、前回も申し上げましたけれども、何らかのこういう傾向の方がなりやすいとか、そういうのがあれば、ぜひ国民への注意喚起をですね、お願いしたいというふうに、思います。それから、あとワクチンの接種に関わって、週末に聴覚障害者の皆さんの集まりに行きましたら、この申し込みがですね、電話かパソコンで、接種の予約と言われたけども、自分は電話はできないし、インターネットも使えないんだと、こういうお話がありました。また、聞きたいことを、いろいろ質問したいことあるけども、まあ、市の案内には、コールセンターの電話番号だけだったと、これだけでは困るという話を伺いました。でまあ、3月3日にですね、まあ、障害者への合理的配慮を求める通知というのは出てますけれども、もう少し丁寧にですね、徹底をしていただけたらなというふうに思っています。ちなみにここの自治体は、障害者の皆さん別個、その後、その会場を設けて、やるということにもなったわけですけれども、ちょっと全体、多くのところはこれからのところが多いと思いますので、具体化は、徹底をお願いしたいんですが。商売市健康局長。お答えします。新型コロナワクチン接種に関する障害特性に応じた合理的配慮の提供については、ご指摘のように3月3日に厚生労働省から各都道府県に対して事務連絡を発出しており、聴覚障害者に関しては電話により相談することが困難な場合もあることから、コールセンター等の相談窓口では電話以外にもファックスやメールなどによる相談対応を可能とすること、それから自治体のホームページ等における聴覚障害者向け字幕映像の提供などについて検討することなどをお願いしたところであります。また、障害者に対する新型コロナワクチン接種を迅速円滑に行うため、議員ご指摘の3月3日付、事務連絡を参考として適切な対応を行うよう改めて昨日4月13日付で留意事項をまとめた事務連絡を発出し、周知を行ったところです。障害者の方が円滑に接種を受けることができるよう、自治体の状況も踏まえつつ引き続き周知を行ってまいりたいと考えております。宮本徹君。ありがとうございます。じゃあ通告を受けて早速仕事をしていただいたということで感謝申し上げたいというふうに思います。あと残り時間がなくなってきましたけれども、高齢者施設での頻回の検査、まあ、私も昨年から週1、2回が必要だということを、ずっと申し上げてまいりました。まあ、まん延防止等重点措置の地域は週1回程度というのは、まあ、国が方針を出し、東京もですね、4月から6月までは週1回程度、高齢者施設と障害者施設の職員の検査というのを、決めました。それぞれの施設にも連絡が今、行っているところであります。でまあ、基本は入所施設なんですね、これは。で一方でですね、お話を伺うと、ケアマネやヘルパーさんなど、まあ、定期検査を自費で続けている事業所もあるんですよね。これやっぱり、それぞれやっぱりショートステイとデイサービスとそのホームヘルプと高齢者も職員も行き来がありますので、大きな、一緒に暮らしてなくても入所施設じゃなくても大きなクラスターになりかねないというのもありまして、そういうことを続けているところもあります。ぜひですね、
在宅領域の職員についても頻回検査の財政的支援をですね、行っていただきたいと思いますが、いかがですか。田村厚生労働大臣。もうこれは今お話をいただいたと思いますが、やはり入所施設ということで、そこが住まいになっておられる、集団で暮らしておられますから、クラスターの恐れが非常に高いということがありますので、ここに関しては定期的に頻回検査という形であります。でやはり在宅サービス等々やられている方々は、自宅に行かれるというような対応でございますので、そういう意味ではですね、そこでクラスターと、そこに何十人も高齢者の方々がおられるということはないので、そういう意味では対象外という形にしておりますが、ただ、感染拡大地域におきましては、これはさまざまな施設、対象の方々が行政検査の対象になりますので、そういう地域であればですね、それは、介護事業者の中において在宅サービスをやっておられる方々もですね、対象になり得るということであります。宮本徹君、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力お願いします。時間切れになっちゃったので、もうちょっと確認したかったんですけども、後で厚労省に確認をします。時間になりましたので終わります。ありがとうございます。次に青山正義。